リアルオーダーヘアオンラインサロン、今日の動画を始めていきます。前回までの動画では絞りとシャッタースピードを組み合わせることによって写真の明るさを変えることができる、そして何パターンの写真も撮れる、組み合わせることによっていろんな組み合わせの写真が撮れるっていうところを見てみました。今日は実際に撮ったデータを見比べながら、なんでこんなにたくさんの組み合わせがあるのか、この中からどの組み合わせを使って撮影したらいいのかっていう部分を解説していきたいと思います。この5パターンの写真、こういうふうに全部同じ明るさで撮れてますね。全部同じ明るさで撮れてるんですが、じゃあなんでこんなにたくさんのパターンが必要なのかっていうところなんですが、今見てる写真が絞りが8、シャッタースピードが30分の1秒になっている写真です。ここの状態ですね。絞りの窓がすごく狭い、シャッタースピードが遅い、この組み合わせの写真を見ています。この写真から一気に絞りを開けた F2 シャッタースピードが500の組み合わせの写真に飛ばしてみます。はい、見ます。はい、こうですね。最初は何が変わったのかなかなか気づかないと思うんですけど、もう一度こっち側の F8 の写真に戻してみます。はい、これですね。分かったかな。もう一度こっち側の F2 の写真に切り替えます。はい、これです。ここから少しずつ絞りを絞ってみます。これが 2.8、 これが4、これが 5.6、これが8です。何が変わったか、分かりましたか。これは背景に写っているもののボケ具合が変わっていくんですね。 F8 の時は背景に写し込んだ植木やこの椅子の部分が結構くっきりはっきり写っています。これを絞りを F2.0 で開けることによって開けてみます。はい、ボケが大きくなるんですね。人物にはピントがしっかり合ってるんですが、ピントが合っていない背景の部分のボケ方が変わっていきます。これが写真の表現になってくるんですが、絞りを開くっていうことは背景がボケやすいっていうことなんですね。絞りを開くっていうことはボケが大きくなっていきます。絞りを今度絞っていくっていうことはボケが小さくなっていきます。今見ている写真のように画面の中で、モデルさんが浮かび上がって見えるんですね。そしてボケが大きくなるので写真の全体的な質感が柔らかく感じる。逆に絞りを絞っていくと背景の方までよく見えるようになってくるので、例えば店内写真とかなんかですね、美容室のお店の全体的な絵を見せたいとか、ここにセット面があって奥にシャンプー台があってとか、そういう風景的な部分を見せたいっていった時っていうのはボケていると、どこに何があるのか分からなくなってしまうので、絞りを絞って全体的にピントが合うようにしていきます。こういうヘアカタログで、僕が写真を撮る時なんかは絞りを開けて撮るっていう時は背景のものが少しこうボケてるんですよね。人物には、ピントが合ってる、だけど背景の方はボケている。そうすることで人物が浮かび上がって見える、そしてふんわりして可愛く見える、そういう効果を狙って絞りを決定したり、逆に内側のこういうカタログページですね、カタログとしてここの髪の毛どうなってるのかなとか、細かい部分を見せたいって言った時は絞りを8とか11とかしっかり絞って髪の毛の細かいところ一つ一つまでくっきりはっきり見えるように写真を撮ります。自分が撮りたい表現によって背景をぼかしたりくっきりはっきり写したりっていうところを取り分ける、そのためにこれだけたくさんの組み合わせがあるんですね。ボケを大きくする、そしてボケを小さくする、このように調節することで写真の表現の幅を広げることができます。次回の動画では ISO 感度、ずっと話をしていなかったんですが、この ISO 感度の部分ですね、ここの部分解説していきたいと思います。
この組み合わせに位相関度をどういうふうに組み合わせていくのか、そこの部分がポイントになってきますので、位相関度次回楽しみにしてください。はい、今日の動画はここまでです。ありがとうございました。